こんにちは、プロトです。今回なんですけども、ナイトのクロスホットバーの設定とスキル回しについてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回のクロスホットバーの設定はパッチ 6.3 になって新しく改良したんですけども、こちらを真似ていただくことでバーストタイムを快適にできて、さらにロイヤの打ち漏らし一切なくなる、そういったクロスホットバーの設定になっています。そしてスキル回しの方は、以前120秒ローテーションと60秒ローテーションという動画を出したんですけども、それとは違ってナチュラルローテーションでやっていきたいと思います。こちらのローテーションを使うことによってナイトの火力特に変わりません。すごくシンプルになってスッキリするので、俺はこちらを推奨しております。もちろん120秒ローテーション60秒ローテーションっていうやり方でも構わないんですが、ややこしくないですか。なのでナチュラルに回した方が全然楽やんということで、今回紹介していこうと思います。それではまず最初にクロスホットバーの設定からやっていきましょう。それではナイトのクロスホットバーの設定を見ていきます。俺のナイトは全部で4ページ使っています。他のタンクジョブは2ページで完結していたんですが、ナイトに関しては4ページ使っています。まずセット2というページを使っていて、でいつものセット8というページがあります。それ以外にセット3、セット4というページがあります。あるんですが、基本セット2のページで戦っていて、セット8を呼び出すときは LR 同時押しを使っています。 L を押しながら R を押すとセット8の左側が表示されて、まあ、ここは基本的に範囲の攻撃系を載せていたりしていますね。そして R を押しながら L のところでは補助的なものが入っていますという、まあ、基本的にはセット2とセット8を使っているんですが、ではセット3と4は一体何のためにあるのかっていうと、もうほとんど同じなんですが若干違ってまして、それはセット2から勝手に切り替わる切り替えマクロを使って、やっています。例えばですが、セット2のページのロイヤルアソリティありますよね。これ基本コンボ、まずファーストブレイド、ライオットソード打った後にロイヤルアソリティを打つときにページが切り替わるようになっています。ロイヤルアソリティを打つとロイヤがボタンの左側に表示されるというページですね。これがセット3のページです。ここでファーストブレードに戻った場合、最初のセット2のページへ戻ります。そしてバースト中にゴアブレードを打ちますよね。ゴアブレードを打つときに切り替わって、ここではボタンの左側にコンフェティオルからのブレードコンボが打てるというページになっていて、ファイトオアフライトのあった位置にレクイエスカットが、来るようになっています。これがセット4のページです。つまりですね、基本コンボを打つときにロイヤルアソリティまで打ったときにロイヤを打ち漏れしないようになるページと、ゴアブレードを押したときにレクイエスカットとコンフェテオルが使えるページになるんですけども、これはそのゴアブレードを打つときって必ずバースト中なんですよね。そのときはもうコンフェテオルのコンボに入る、だからそのためにレクイエスカットがあるというページになります。なので使い方としては、必ずファイトはフライトを使った後にゴアブレードを打つじゃないですか。その時レクエスカットも入れますから、でコンフェテオル打ちまくるっていうページになっています。この時にこのバースト中にでもロイエを打たなくてはいけないってなった時に、ここではロイヤルアソリティを押しても変更しないんですよね。でなのでこの時にもしロイエを打たなければいけないってなった時に、 R を押しながら L のところにロイエをセットしています。だから両方あるんですよ。このロイエは2箇所あります。ロイヤルアソリティを打った後に使い忘れない用の通常のローテーションを打っている時にロイエが使えるようになっていて、でバースト中にロイエが必要な時は LR 同時押しのところにあるっていう、そういう状態になっています。ロイエは2箇所ありますよということですね。別にじゃあそれだったら、そのセット8のLR 同時押しのロイヤだけでも十分なんではないかっていうふうに思われるんですけども、最初は俺もこれで十分だと思っていました。だからセット3がなかったんですね。セット4はあったんですけど、セット3なしでやっていたんですが、いやこれはロイヤを忘れやすいぞって思ったんですよね。通常ローテーションの時に、バースト外の時にロイヤを打ち漏れしやすい、この LR 同時押しだと。なのでページ3を作って、ロイヤルアソリティ使った後にロイヤを打ち漏れしにくいようにこのページを作りました。
というわけで全部で4ページを使って戦っています。マクロの中身に関してなんですけども、ロイヤルアソリティのマクロを見てみましょうか。シンプルなもので、クロスホットバーが3ページに移動してアイコンが表示されているというマクロになっています。決してそのウェポンスキルは絶対入れてはいけませんので、でロイヤルアソリティを押すとセット3というページに切り替わって、ここにあるマクロ2箇所ありますね。ファーストブレードのマクロを見ていきます。クロスホットバーがセット2のページへ飛んで、アイコンがファーストブレードがあるという状態ですね。なので押すとセット2に戻ってきますよと。それで戻ってきたところにファーストブレードありますよっていう感じですね。もう一回セット3のページの次はゴアブレードを見ていきましょう。ここもシンプルなもので、セット4に飛んでアイコンがゴアブレードになっているだけです。押すとセット4のページに飛んできます。セット2のゴアブレードも全く同じで、これも同じものをセットしてますね。ページ4に飛びますと。ページ4のファーストブレードもセット2に飛ぶだけになっています。ではセット2に戻って細かく見ていきましょう。セット2の R 側は基本コンボ、ファイト・オア・フライトが上にあり、右にエクスピアションがあって、下にランパートと左側にセンチネルがあります。 L 側を見ていきましょう。 L 側はタンク全ジョブで共通の、ボタン側に遠隔攻撃シールドロブがあり、挑発が左側にあり、下にインタービンという突進スキルがあります。上にインターベーションがあるんですが、これもマクロ化されていて、中身をお見せすると、アクションインターベーション、アクションインターベーション2、そしてアイコンがインターベーションというマクロになっていまして、これはパーティーメンバーをターゲットときはその人に飛び、敵をターゲットているときはパーティーメンバーの2番目の人に飛ぶというマクロになっています。主に8人用のバトルで使うことになると思いますが、2番目といえばもう一人のタンクさんなので、そのタンクさんに飛んでいくようになっています。いざという時のためにパーティーメンバーにも飛ばせるようになっています。 L 側の十字キー側は上にサークルオブドゥームという範囲アビリティがありますね。そして敵に当たりましたね、今目次にそしてアームズレングスがあって、下にインビンシブルがあります。でホーリーシェルトロンが左側にあります。そしてセット8ですね。セット8の左側はトータルエクリプスという範囲攻撃が下にあり、プロミネンスがあって、ホーリーサークルがあります。で上はパッセージオブアームスですねがありまして、ボタン側に、クレメンシーがあって、ディバインベールなどの補助や回復系があります。アイアンウィルですね。これはタンク全ジョブ共通で、この位置にスタンスが入っています。そしてカバウのところのマクロなんですが、これは中身をお見せすると、アクションカバウ、アクションブルワーク、そしてアイコンはカバウになっています。内容的なものを説明すると、人をタゲって使った時はその人をかばい、そして敵をタゲっている時に使えばブルワークが発動します。はい、というだけのものですね。まあ、カバウ自体があまり使わないので、ブルワークと一緒にしたということです。で、ブルワークのリキャストが見やすいように、確認用ホットバーにブルワークを入れています。これが回ってるかどうか確認ですね。という、セット2とセット8なんですよ、基本的には。で、セット3と4に関しては、その入れ替わりの部分以外は、セット2と丸々一緒です。セット4に関してはコンフェテオルとレクイエスカットの部分、セット3に関してはロイエの部分が違うだけで、あとは基本一緒です。ナイトのクロスホットバーのセットはこういう感じになっております。続いてナイトのスキル回しですね、ナチュラルローテーションの方をやっていこうと思います。それではナイトのスキル回しを紹介していこうと思います。ここからちょっと字幕なしでいきます。まずスプリントを焚いて、そして戦闘開始の2秒前にホーリースピリットを詠唱して突っ込んでいきます。でファーストブレード打ったら薬を飲んで、ライオットソードを打ったらファイトはフライトを焚いて、ロイヤルアソリティを打ちます。そしてレクイエスカットからゴアブレード、エクスピアションとサークルオブドゥームのアビリティをセットで吐いたらコンフェテオルからのブレードコンボに行きます。でその間にインタービーンを全部消費していく。そして強化ホーリースピリットを打った後に
ロイエを一発入れて、ここでファイトアフライトは終了するんですが、薬の効果が残っているのでロイエを打ち切った後ホーリースピリットをスエーションしていきます。そうするとギリギリそこで薬が切れるという形です。ナイトのスキルローテーションはファイトアフライトが起点になっていて、そこに優先度の高いものを打ち込んでいく。忠義の剣と神聖魔法効果アップっていうのが肝になっていまして、忠義の剣を次のコンボを始めるまでに使い切る必要があります。コンボの途中にロイエを使うと途切れてしまうので注意してください。そして次のロイヤルアソリティまでに強化ホリスピを使う。これも神聖魔法効果アップを上書きしてしまうので注意してください。そしてファイトアフライト中に持ち越せる場合は保持してうまく回していきます。でエクスピアシオンやサークルオブドゥームなどのアビリティはリキャスト30秒なので毎回使っていけばバーストに合います。突進スキルのインタービンは必ずファイトオアフライト中に2回使用していくっていう形ですね。ナイトのバースト中に入れるべきアクションはこの表示されているものを全て入れていきます。で2つだけウェポンスキルに余裕があるのでそこはもう自由ですね。自由枠です。できるだけ強いものを入れるっていうことをイメージして戦ってみてください。あとはもうなんて言うんですかね、ロイエを捨てたりとかそういうのはありません。一切ありません。でスエーショーのホーリーも使ってもいいし使わなくてもいいです。使うべきタイミングで使うのが一番ベストなのかなと思います。要はもう自然にね回ってきたものをしっかり使っていって、忠義の剣や神聖魔法効果アップをうまく使い切る、使い切ったり保持するときは保持するっていうことを意識してやっていくだけ。あとはファイトアフライトを必ずリキャストごとに使っていってバーストをしっかり決めるということですね。それができればもうナイトは十分なのかなと思います。まあ、このような形でですね、いろんなまあスキル回しなんか何パターンかあるとは思いますが、こういうまあナチュラルなスキル回しが一番ベストなのかなと思いますので、ぜひこれを極めてみてください。でバースト中の2枠だけフリーなので、毎回バーストの時の回すスキルアクションが違ったりするので気持ち悪かったりするんですけども、そこは気にせずですね回していけば全然このように火力は十分出るので、はい、これレベル99目次なんですが20秒以上残して撃破することができました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。